前らもしかしてルールも理解できない猿かお前。待てチームはどうするんじゃないんだよ。だっけ、なんていう掛け声するんや。王様だれだれ、王様だれだれ。あ、いいよ。男らしいの、男らしいの。オッケーオッケーオッケー。デスノートだれだ。だれだ。俺やん。俺中心やん。大先生、なんや、急に殴ろうとしてやるんけ。俺中心やん。暴れよ。暴れよか。気狂いそう、マジ。誰か殴りたい気分。え、どうする？あ、じゃあ大先生殴っていい？あ、いいよ、全然いいよ。よし、まず一発殴った。ほんまに殴ったやん。ほんまに殴ったやん。え、殴った殴った。ドムは？それなんだ？ん？どうも、ボウ君でーす。どうも、ボウ君です。じゃあ、ドムに一発。よし。チーシーす。チーシーす。じゃあ、ショッション頼んだ。じゃあ、俺は。へぇー。へぇー。あいつー。ウスウスはもう食らってるからもうやめてあげて。おお、ウスウスはもう殴ったぞ。ウスウスはもう殴ったぞ。殴ったから。殴りたり。え？こんだけ？あとはちょっと待って、全員いる。ゾム。あ、お前が多いやん。いやいや、お前殴る。探しに。ジーノ、ジーノ一発殴ろう。どこジーノ？ジーノー。この間になんかクォーツ集められそう。いた、なんで？誰？シマ、シマ。あ、これシャオロン、これシャオロンが中心ですよ。中心なんでたらわかんない。シャオロン中心ですよ。シャオロン中心ですよ。どこ行った？ちょっと待って、これ混乱に乗じてやられるんだよ。え、喋っていいんだっけ、これ、固まってる間。モロドで行くぞ。オッケー、やったやで。いや、大丈夫、いいぞ、いいぞ、いいぞ。大丈夫、トットンの動き見てたから大丈夫じゃ。トントン、盾もらっといたらいいんちゃうか。あ、間違えた。ロボロ、俺、お前、トントンはね、信用そう、信用そうだ。信用できる。これ、いや、わかるわかる。これ、とりあえず、女王の戦い始まったよ、今。いや、だから、女王を見つけよう、さっさと。ええか、ゲリラ陣営も協力するんやで、まずは女王や。まず女王やぞ。ええな、女王やぞ。女王大事やからな、女王。ええな、なんかちょっと、お前ら3人近寄ってきてる気するけど、女王やぞ。ないロボロ、どうやって、お前ら、もしかしてルールも理解できない猿か、お前。待て、チームはどうするんじゃないんだよ。で、俺は煙幕使われて見えないから、とりあえず剣を振ってこうやってたんだよ。チリピケルビビアイしてるって。あれゾムとショッピー、これ水やってたの。ゾムショッピー言ってたの。絶対今完全に見てる。誰か来た。あ、誰か来た。チリ来たよ。ようやく現したね、姿。なぜか。あ、カメハメ打つ気や。あ、結構伸びる。うん、意外といい伸びですね。そう。チリ、もしかしてお前、今の示してたの。なるほど。誰を示してた？ちなみに何をですか？多分ラスイチあいつですよっていうカメハメやったと思うんだけど、大先生のに向かって割とカメハメを言ってた気すんねんな。ラスイチ大先生、ラスイチ大先生ってどういうことや。ラスイチ、あ、だからゲリラ側の人間の。あーってことは地位の自分が王様や言うてんねんな。と主張するものなりと主張するものなり、ただしまだ確定ではないものなり。え、大先生でもここでピッケルプラスしたら僕ら的には楽なんですけどね。そうですね。大先生どうですかって、マウスホイールコロコロしてみて。なんか
あれですね、ゆっくりですね、こう。あんなゆっゲイラあんなゆったりしてていい。え、でも少なくともショッピーゾンブはピッケルを見せ合ってたんやな。そう、だから絶対見せてない。ってことはあと一人かな。あれあ、光らした。そうだって、でもクォーツさ、消費した方がいいんじゃないでしょ。あ、そうや、そうや、そうやわ。何そうやわ。俺のクォーツとりあえず渡しとくわ、もう。確かに。もうあれ、死んでクォーツ取られたらやばい、逆に。あ、確かに。じゃあ俺ガンガン作るでほしい。あ、待って作れる。俺もう2つ渡したから、俺がシャーロの分と合わせて喋らせた。じゃあじゃあとりあえずどうする、誰喋らせた。チーノとそこにいるやつら喋らせた方が得な気はするんだよ。なんでチーノ。いや、あの国王チームの方を喋らせた方が得な気はするから、チーノじゃない。あ、はいはい、じゃあチーノ。はい、チーノ。君が王様ってことを信じてるよ、俺は。いや、ほんまによし。じゃあ、分かったな。どう動く？え？これ結構難しいよ。あれ、どう動く？いや、正直一番辛いのあいつらのはずやねん。そうやね。あいつらもどうするか迷ってるけど、ボウガン作られるのは一番ちょっとナンセンス。いや、だから、あの、ボウガン作られるの怖いから、あの、あ、でも待てよ。待った。俺、アンサーを王様と信じて。いや、でも、いや、ちょっと待って。チーノ、ちょっと変えてみ。ゲリラはお前爆発できひん。え？王は王爆発できんよ。だって今この場で殺したら女王確定する。あ、そうやな、そうや。先生、お前集められるわ、ほんまや。なるほど。出てこい。あ、目をかぶったら、待って、ジロ、王様剣持ってもあれやったわ。君の腕で触れへん。ダメージが確かに。だから、ロボロに返して。え？でもとりあえず行っちゃう。お前、クォーツ横瀬のムーブや、クォーツ横瀬のムーブ始まる。まあ、待って、お前は剣持った状態でやられたらどうなんすんの。あ、やられへんか。確かに。一応剣ロボロに返して。剣返したのせい。ロボロ、あ、待って、剣、チーノ、剣をロボロに返せよ。まず返せよ。あれ、ちょっと待って、あ、こいつ今ー、カシュ、あ、ナイス、ピッケル持ってたね。あ、ってことは、チーノ、大先生。お前あ、待って、ロボロの帽子を渡したらどうや、拾ったんちゃうか、どんどん。でも女王が俺に中心じゃないから、俺は別に死んでも大丈夫。いや、待って、中心一人やったら、でもこれか。いや、マジであれ、どっちはあいつら。いや、だから多分あいつらも決めかねてると思うで。で、女王はまだ2人残ってるから動かれへん。チーノもさ、あのロボロやりに行ったからと言ってゲリラ確定じゃないでしょ、あいつ。ゲリラのふりした女王の可能性あるでしょ。女王の可能性ある考えたら、全然まだ動けない。ああ、あいつら、あいつら、いいな、情報側からすると、俺はピッケル持ってない分、もう一人の方が怖いはず。そうやね、うん、それはそう。で、どっち陣営としても、中心にピッケルを使いたくないと。あ、そりゃそうやな。あ、ってことは、ちょっと、これ、一人減らしとく、チーノ以外。でもな、それやられると、どこか一人がもし情報やったら、すぐチーノ。ああ、そうか、すぐダイレクトアタックか。あ、うわ、お前マジか、どうすればうわー、できねえよ。あれ、ああ、一発殴った。言ったけど、中心ちゃうから、こんなプリスで。そういえばお前が倒したんやね。お前が中心一人倒したんやね。お前を殺しても別にこちら側としては、いや、問題ある。お前、ちょっと待って、どっち、あ、なるほど。いや、どっちや。あ、分かった、けあ、くそ、ちょっと待って。一旦退避。分かったのか。行く。ふん、あとは簡単ですね。あ、そっか、これでここはこれさんが、どこだって。どこだ、おいしいぜ。あのバカ国を殺して終わりだぜ、この国はよ。と、ガバスすぎて俺これしか国王だと思ってたぜ。いや、それはガバすぎませんか。あれ、最初の3人でしょ。あ、いや、あざす、クォーツ信頼してくれて。いや、マジであの、引き当たれてよかった。いや、ほんまに俺らが信用しないでよかった。いや、ほんまに最初賭けやからな。ほんまに。あれ、おらんな。おらんな。あれ？
が中央に中央に潔い男が。あれあれなんかあれなんか全てを諦めた感じですかね。あ、一応反抗する位置はあるんかこれ。おおおいしいぜ。え？え？ですよね。マジかよ。どうだ。ですよね。お前ちょっとそれはかわいそう。ショッピー。騙された普通に。どう頑張ったの？どう殺すとこやろ。なぜだ。いや、クロスボウするのが楽しくて。納金になってたね。納金状態かよ。ゾムさんからやっとかなかんな。やったぜ、騙せたぜ。いや、保険かけたけどダメ。あなたの政権はもうこれで終わりです。君か。君それ、上から言われたんか。まずゾムさんからやるべきやった。ゾムからもやっとくっていうのはありだったよ。いやー、まあ、でも、結果論やな。やね、もうあれだよ、死にながら、ショッピーの方見ながら、なぜ、なぜ、なぜ確信を持ってゾムを知ってるんだ、お前。いや、お前、俺もチームに対するフィルターがあって全然信じてない。やっぱり、チームのフィルターか。みじんも知ってる気がなかった、お前のこと。いや、わかる、わかる、超わかるよ、それ。お前ら、俺のせいお前らの嘘うまいくせにちょっとそれはナンセンスやぞ。いやつまいやじゃあもう殴ったぞ。じゃあもう殴ったから殴りたりひんな。え？こんだけ？あとはちょっと待って、